はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの鳥取大学の問題を扱います。概要欄に問題と解答の PDF を貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回はえっ、ー、と関数 FX に関する話なんですが、FX は具体的に与えられてなくて、様々な条件を考えて最終的に FX を求めましょう。そういう流れの問題になります。はい、えー、括弧一番は別に問題ないと思いますが、えー、と T、マ FT における接線の方程式を求めよう えっと、微分してあげると、えっ、ー、と、接線の傾きが出てきて、はい、今出した傾きと、えっ、ー、と、通る点、接点の代表を使って、接線の式が出てくるよというような流れです。はい。で、過去2番が本番で、はい、F'0 と F0 の値が分かっているときに、最終的に Fx 出しましょうという話です。はい。えー、もちろん、F'0 と F0 の値使っていくんですけれども、はい、問題文中に、はい、えっ、ー、と、接線の話、まぁ、あ、過去1番で出した接線と、 X 軸との交点の x 座標がこの積分の式に等しいよということがあるのでまずここを履歴していこうと思います。はいということで括弧一1番で出した接線に関して x 軸との交点知りたいんで y コール0として x 座標を解いてあげるとこちらの式となります。はいえー、と f't で割ってますけれども f't は正。はい。ということで、えー、と問題割っても問題ないというような形です。 はい、これが問題文により、えー、この積分の式と等しいのでイコールで結んであげるとこちらの式、はい、これが得られます、はい、でこの式が出てきたところで考えてほしいのが両辺を t で微分するそんな形です、はいえー、左辺が t の式で右辺は積分なんですけれども区間に t を含んでいるのでこちら t で微分するとインテグラルが取れて t が中に入って、はい、ft という形になります、はい、ということで両辺を t で微分してあげると、えー、左辺は、えー、と小の微分使ってあげて右辺は インテグラルが取れて t が中に入ってマイナス ft。そんな形となってくれて、はい、インテグラルがない式で表せます。はい。で、あとは分母を払って整頓していくと、はい、えー、最終的に2の式、これを得ます。はい。途中 ft が、えー、と両辺共通で出てきて割る必要があるんですけれども、はい、ft が正という条件もあって割ることができますよというような形です。はい。で、えっ、ー、と、変数を x に変えてあげて、一応こちらの形になるんですけれども、 はい、こちらから F. X. 求めることができます。はい、で、えっ、ー、と、この式、えっ、ー、と、いわゆる微分に関するイコールの式で。はい、えっ、ー、と、微分方程式と呼ばれるものなんですけれども。はい、こちらの、えっ、ー、と、解法が曖昧だと、ここでつづまりを起こしてしまったかなという形です。はい、えっ、ー、と、このように解くことができるんですけれども。はい、今回は二回微分と一回微分、こちらの式に関し。てなので、はい、とりあえず一回微分を y. かなんかで置き換えてあげると。はい、えっ、ー、と、二回微分というのは、D. Y. D. X. こちらで表せます。 はい、でこちらを戻してあげるとこの形で、はいえー、より明確な形になるんですけれども、えー、といわゆる変数分離型の微分方程式です。はいえー、変数分離型、えー、と左辺は左辺で、えー、と y で固めてあげて右辺は右辺で今回は定数1ということになるんですけれどもこの形を導いて、はい、左辺が、えー、dy/dx が出てきているのでこの dx を消すために、はい、両辺を x で積分してとするとこの dx 同士が打ち消しあって えとマイナス Y 以乗分の1を Y で積分しましょう。そんな形となります。はい。というような形で、えー、計算してあげると、えー、左辺、えーと、Y で積分して Y 分の1。右辺は1の積分なので、えー、X たす C。このような形となります。はい。えー、つまり、えーと、Y というのが X たす C 分の1のような形で表されて、はい。こちらは、えー、ともともと何を置いてたかっていうと、F'X を Y で置いてた。そのような形なので、はい。これで F'X の形が見えてきます。 はい、であとはこちらの積分定数 C を決めてあげればよくここで F'0 この情報を使えるんですけれども0を代入すると C が2と出てくるので F'X がこちらで定まるよというような形です。はいえー、F'X が出れば FX を出すことは難しくなくて、はいえー、とこちらを両辺 X で積分してあげると、はい、こちらの形。はいえー、と積分定数だけ残るんですけれどもこちら F0 の情報がまたありますので。 はいえー、と0を代入して積分定数を決めてあげれば fx 答えというような形となります。はい、ということで、えー、と今回の問題は、えー、とりあえず、この、えー、と積分を含む式、こちらの処理と、はいえー、と2からの、えー、と微分方程式の処理、こちらの方がポイントだったと思いますので、えー、と怪しいところがあれば、ぜひ復習しておいてください。はい、えー、それでは、えー、と本日の問題は以上です。 はい、次回の問題ですけれどもこちらの島根大学の問題を扱おうと思います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますのでもしよかったら問題を解いて次回の動画を待つようにしてください。それでは本日は以上です。ありがとうございます。